はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。まあ、ちょっとですんちゃんも来るよ。今日は何をするかっていうと、私たちのお家の3階、こういうゲストルームとか家族とかね、泊まりに来た時に使うお部屋とかとトイレとかあるんだけど、うちの外に見えるかな、こういうベランダ、結構広いベランダがあって、夏とかはね結構ここでみんなでバーベキューとかするんですけど、ここのスペースがあんまりこう今可愛くないというか、もう普通のなんか平地みたいなので、ここを今日は可愛くデコっていこうと思います。で、すんちゃんがねいろいろネットで調べていろんなものを買ってたみたいなので、それを今日はデコっていこうと思います。挨拶して。あ、こんにちは。いい天気ですね。今日デコりますか？はい、デコります。頑張ります。一旦これをビフォーで撮っておこうと思います。じゃじゃーん、こんな感じ。ちゃんが買ってた、何なんだろうね。これは多分下に敷く人工芝生的な感じかな。これは多分テント、あれはテントで、これは何、椅子かテーブルかって感じかな。ずんちゃん、はい、これは何ですか？ありますよ、ありますよ。楽しかったの？いや、楽しかった、買うときは。今日めっちゃ風強いからすごかった、さっき。よろっけー。やかヘッピーマガジュノンヨモンガ、うん、読みてソモンガルハスイキくん、ヘッドンゴガスミネタイランウィジャドンネゲチョンドイソソヨ。いきなり韓国語。はい、まあ、これからね一つ一つもうちょっと増やしていこうかなと思うけど、はい、完成です。ここにバーベキューの台をここのね真ん中に装置してます。どうですか？いいと思います。これで値段は一応インジョダンディが1000円、このね、うんうん、あの芝生が、このタントが4000円、テントが4000円、これとこれ全部して、まあ、だからこれ全部やって、まあ、2万円くらい全部で、カタン最高。こんな感じのゆかすん夫婦のこの3回デコりますでした。いいね、いいね、うん、まあ、夏だからね、いろんなこう楽しいイベントをここでやろうと思います。みんな来てください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。それもマコ夫婦の人気商品なので、見てください。バイバイ。バイバイ。